JNA 2021年秋冬のネイルトレンドはニューウィング。秋冬のネイルトレンドを彩る4つのテーマ。チェンジ、あらゆる方向に変化していくことで生まれるエナジー。一人一人が自由に表現していくことでより生きやすい社会を作る。そんな自己を肯定する強さを指先に表現します。では、今日使っていくジェルの説明をしていきます。こちらクリストリオから出ているスピードビルダージェルヌードというシリーズになります。ボトルタイプになっていて非常に塗りやすいタイプですね。今日は、ナンバーが1番を使っていきたいと思います。はい、ではそれでは塗っていきます。
一年中通して使っていけるカラーですので、非常にサロンでも人気のシリーズになっています。まずは1回目塗ります。はい、ではこれでライトの中に照射します。はい、では2回塗りしていきます。で2回塗りの時に厚みもつけれますので、普通に塗っていただいて、もうちょっと濃く出したいなっていう場合は、カラーなんですがこのように重ねていただいて色を濃くすることができるというのがこちらの特徴になります。で、しっかりとレベリングをしますね。このような感じでレベリングをしてランプの中に照射します。はい、今使ったこちらのスピードビルダージェルなんですが、ビルダーという名前がついていますので、ある程度厚みを出していただくことが可能なジェルです。カラージェルで、高さを出すことができるっていうのがすごく特徴的かなっていうところです。ライトで、硬化するときは60秒の硬化となります。はい、それでは次にグリッターペインティングジェルという、ラメのシリーズを使ってラインを描いていきます。まずこちらチューブタイプになっていますので、こちらこのようにラメを出していきます。密度の濃い、ラメになっていますので、ラインアートとかにはすごく適しているジェルになります。はい、ではですね、まずこちらのブラシにラメをつけていきます。で、少しちょっとジェルなので、ライン描くときなんですが、上積みを、持っていくというようなイメージで、まず描きたい部分から、薄くサッサッとまず1本引きます。引いた後にまたラメをつけていただいて、同じところを上積みをこのようにたどっていきますね。そうすると細かいラメがしっかりと出てくれます。あえて薄い部分を作っていく分には1回でいいかなとは思いますけれども、何度かこのように上からなどっていくとラメが出るっていうような感じですね。1回で引くとちょっとラメの量っていうのが密度がないと思われる部分もあると思うので、このような感じでラインをしっかりと出していきます。はい、でまた反対の部分ですね、こちらから、はい、このような感じで先にさっと引いておいて上からなじませていきます。上から本当にふわふわっとなどるようなイメージですね。ちょっとこのラメの粒子っていうのが、皆さんが使われているラメとはちょっと違った感じになりますので、重ねてつけていただくということが必要になります。はい、このようにラインを描いたらランプの中で照射いたします。こちらは30秒の照射です。はい、ではですね、この上にスタッツを置いていきたいと思います。今日使うのは、Q グロスの、ノーワイプトップジェルというものを使っていきたいと思います。ではまずこちらをですね、チップの上全体に薄く塗っていきます。スタッツを置くときなんかであれば、大きさによると思いますが、あまり厚みをつけてしまうと、流れてしまうので、このように薄くトップをまずかけていきます。で、置きたい部分のジェルを少し拾っていただいて、スタッツを拾っていって、置きたい場所にスタッツを置いていきます。同じく置きたい部分のジェルで少し取ったら、置きたい部分にスタッツを置くということを繰り返していきます。はい、で
で置いたら、このままではなくてちょっとずらしたりずらしたりするとこのスタッツ自体にジェルが、くるっとついてくれますのでより持ちがいいっていう風になりますね。なので少し動かしていただいて、こちらでライトの中で照射していきます。はい、ではですねこのようなちっちゃい、スタッツの場合はこのキューグロスのノンワイプトップジェルでコートすることが可能です。これよりも大きいサイズのストーンだったり、パールだったりいろんなそういうパーツを置く場合は、ハードジェルをおすすめしていますけれども、このぐらい一番ちっちゃな、スタッツなどであれば、しっかりとコーティングできます。またちょっと変わっているのがこのノンワイプトップは少し厚みを出すことができるっていうようなものになっていますので、スタッツの上にちょんちょんとこうちょっと厚みをつけてあげることができます。はい、でこれでレベリングをしていただくというような感じで、はい、最後のライトに硬化するのが60秒になります。はい、ではこちらで、完成になります。ノンワイプなのでもうこのまま拭き取りなしで終わりになります。こちらのカラーのバリエーション、オレンジがかったもの、ピンクがかったものといろいろあります。一年中、サロンで、オーダーされるような色になっていますので皆さんもぜひ使ってみてください。